はい、池袋アダムにお集まりの皆さん、はじめまして、福井工大のマーシーです。イエーイ、盛り上がる準備はできてますか。イエーイ、鳥取で生まれ育った。だが外では遊ばなかった。部屋でレコードを聴いて、学校は休みがちだった。優等生にも不良にもなれない普通の人だった。Go!もしこのまま大人になっても会社でおなら我慢無理だ。サラリーマン以外の仕事、おならできる仕事探さなきゃ。ギターも弾けるようになり、プロっぽいこともやったが、 CD は全く売れず、腐った時もあったけど、ステージの上じゃ競争も法律も常識もない。 Go! Everybody go go! Everybody go go! Everybody go go! Everybody goThank you.
愛しき人もいる。妄想に頭抱え、もどかしさに苛まれ、ざわつく胸の内よ、ほとばしる情熱よ、根拠のない不安と根拠のない自信と、渋滞の衝動、渋滞の妄想、渋滞の衝動、どこまでもドライブ、くだらない話、傍らに名曲よ、これぞ青春ってやつかな。大人になってく動かない心、物足りてしまったかな、大きな勘違い。渋滞の衝動、渋滞の妄想、渋滞の衝動、渋滞の妄想、年季をかけて育ってく、年季をかけて育ってく、こねくり回し育ってく、年季をかけて育ってく、約束なんてとってもできたままじゃない、いたずらな心が流れに身を任せ、楽しい話を連れてくる、ルルルル、雲一つない空がキャンパスで、影送りの一つでもやってみよう、雲一つない空がキャンパスで、君やあの子やあいつのことが浮かぶのさ、ランランランラララララララ、頭の中はカーッとで、心の中は張り裂けそうさ、頭の中はカーッとで、心の中は張り裂けそうさ、雲一つない空が「あいつやあ
こや君のことが浮かぶのさ。雲一つない空がカンパスで、あいつやあの子や君のことが浮かぶのさ。お米の歌という歌をやります。お米は好きでしょうか？好き？好き。昔ね、あのバイトしてて、お米を炊いてたんです。で、もちろん同じ釜だし、同じ水だし、同じ米だし、でもこう蓋を開けるとこう炊く人によってお米のこの炊き上がり方が違うんですよね。本当に米の炊き方がうまい人はね、もう開けた瞬間にもう、あ、これはもうすごいで、だんだん誰が炊いたか分かってくるっていう。で、俺米が好きなので、お米の歌を聴いてください。米好きでしょ、みんな。好き。米の歌を聴いてください。好きな食べ物は白いご飯、炊き方にこだわりがあるのさ。同じ水、同じ釜を使っても、到底あいつに勝てないな。その時その瞬間、出来の良しあるしがわかる。好きな食べ物は白いご飯、炊き方にこだわりがあるのさ。同じ水、同じ釜を使っても、到底あいつに勝てないな。蓋を開けた瞬間、
長期その時その瞬間敵の良しあるしがわかる幸せです。本当ありがとうございます。本当幸せだよ。本当にありがとう。ガンジー・マザー・テレサという歌を聴いてください。人間の8割がバカだという俺も含めそうだと思う人間の8割がバカだというやっぱ俺も含めそうだと思うイラッとさせてイラッとしたよイラッとさせてイラッとしたんだよそうか僕ら人間は都合よくそうか僕ら人間は都合がいい
感じ、マザーテレサのこと考えたんだ。人はどれだけ人に優しくできるだろう。綺麗事言う人はあまり好きにはなれない。だって僕ら綺麗事では生きていけないから。昨日の僕は今日の君、今日のあんたは明日のあの子かも。そうか、僕ら人間は都合よく、そうか、僕ら人間は都合がいい。ルンルルルンルルルンルルルンルンルルルンルルルンルルルンルンルルルンルルルンルルルンルンルルルンルルルン。だけど僕ら人間にゃ心がいい。だけど僕ら人間には愛がある。そうか、僕ら人間には心がある。そうだ、僕ら人間には愛がある。そうか、僕ら人間には心がある。Clap your hands!
するつもりない。だって俺冗談家のことあるし、考えたくなくてもついてくる消費税みたいになるようになったと気を抜いてみたり、何とかしようと意気込んでみたり、ジグザグに進んでいく、とにかく進んでいく。幸せになりたくない奴なんかいない。すっと分けてごまかして、知らんふりしてみても何も変わらなかった。いっそのことそんな自分に少し自信を持って生きてみよう。気を抜いてみたり、何とかしようと意気込んでみたり、ジグザグに進んでいく、とにかく進んでいく。幸せになりたくないやつなんかいない。ロロ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